アンカーブロック写真は、赤紙海峡大橋をもしとは、適度な重さを持ったもので、その重さを利用して使用するもののこと、重量を利用する具体例として、書道において範囲を固定するための文鎮や紙や布などの端に乗せ、風で飛ばされるのを防ぐ目的で利用するペーパーウェイトがある。また、固定以外の目的でも、重量による効果として、白菜漬けの際に漬け汁が 漬物全体に行き渡る手助けとして用いたり、味噌を作る際に味噌の発酵を手助けする目的で用いることがある。また、船舶を安定させるためのバラスト水や、フォークリフトやクレーンを安定させるためのカウンターウェイトのような用い方もある。天秤ばかりを使用する際には、測る物体と釣り合わせるために用いる。他の呼び方として、重り、チンなどがある。 糸や布などの端に吊り下げて利用される重しは通常、重りと呼ばれる。重りは糸などをピンと張るため、あるいは炎直を差し示すために利用される。例えば、釣りにおいて針や板をうまく投げて沈めるために、重りが使われ、カーテンの裾を安定させるためには、カーテンウエイトが糸を紡ぐためには防水が用いられる。また、時計の動力とする場合など、 一エネルギーを利用するような機械においても重りは使われる。なお、天秤ばかりなどの重量を計測する機器において、測定する対象と釣り合わせるために使う奮動についても重りと呼ばれる。これは釣り下げ型の天秤が一般的だった頃の名残であり、また一般に重心に対抗して配置され、釣り合いを取るために利用される重しは重りと呼ばれる場合がある。 分鎮紙や布状のものが風でバタついたり筆記する際の摩擦などによりずれたりするのを防ぐためにその上に重しを置くことがある。重しを置くことによって上下方向への運動が制限されるだけでなく摩擦力を増加させて水平方向へのずれが生じるのを防ぐ効果もある。分鎮やペーパーウェイトとして用いられる素材は一般的には真鍮などの金属が多く ガラスやアクリル樹脂などが用いられることもある。いずれにしても、重さを利用するものであるから、ある程度密度が大きい素材が好ましい。また、手で触れる機会が多いので、毒性などがない安全性に配慮された素材である、必要があり、落下などの衝撃に対しての耐久性も必要とされる。典型的な形状としては、分鎮であれば、棒状の本体の中央にとってとなる突起がある形。 あるいは円盤や一部分を平面とした休憩などがある。ウィキメディアコモンズには文鎮に関するカテゴリーがあります。漬物の材料から水分を追い出しやすくするため、また材料が空気と触れる部分を少なくするために使用する。可石しやプラスチックで周りを覆った金属などが使用される。漬物の種類や漬物の段階によって、重しの重さが調整される。詳細は漬物を 参照詳細は、バラスト及び、バラスト水を参照船に置いて、船底に置く重量物をバラストという。今日では船底にタンクを設け、そこに水を注入することで、バラストとすることが多い。ある時には、船の重心の位置を低く寄せることで船の安定性を、マス効果を期待している。潜水艦においても、浮力を調整する目的で、艦隊内にタンクを設け、 そこに注入する水を増減させるような構造を有しており、これもバラストと呼ぶ飛行船や気球などにおいてやはり浮力を調整する目的で砂袋などの重しを乗せることが行われており、これもまたバラストと呼ばれる釣り合い重りのことであるクレーンや油圧ショベル、フォークリフトなど重量物を吊るしたり持ち上げたりする移動式の機械では荷重が大きいと 機械全体の重心位置が装置を支える車輪やクローラの外側に移動するため荷重側に倒れてしまう。これを防ぐために荷重側の反対側にカウンターウェイトと呼ばれる重りを装備する。クレーンや油圧ショベルなど旋回体を備えたものでは旋回体の荷重の反対側にフォークリフトやホイールローダーのように旋回構造を持たないものでは車両後部にカウンターウェイトを装備する。 カウンターウェイトを荷重の反対側に置くことで重心位置が機械や車両の中心に近くなり転倒を防ぐことができる。特に荷重が大きなクレーンでは荷重側の反対側にもデリックを装備しその下にさらにカウンターウェイトを装備する場合もある。デリックを使うことでカウンターウェイトを吊る位置が旋回中心より大きく離れるためカウンターウェイトの効果が高くなる。 固定式旋回クレーンなど移動式と比べて転灯の危険性が低いものでも旋回ベアリングに対する曲げモーメントを低減するためにカウンターウェイトを装備するエレベーターでは箱を吊るすケーブルの反対側にカウンターウェイトを吊ることで昇降用モーターの出力を小さくすることができる吊り橋のロープをつなぎ止めるために吊り橋の両端に置かれるコンクリート製の巨大な重しを アンカーブロックという自動車、鉄道、航空機等の乗り物において搭載する重しを指揮と呼ぶことがある。英語のレッドウェイトの直訳。牽引力の増強日本では戦時中の輸送力増強のため機関車にコンクリート製の支揮を搭載し、牽引力の増強が行われた。また、国鉄で重軽ディーゼル機関車は基本番台では蒸気発生装置を搭載しているが、 貨物列車牽引用の仕様では SG は省略されている。しかし、そのままでは時長が減少することでレールと車輪との間の粘着力が減り、牽引力の低下を招くため SG と同じ重量のコンクリート階を搭載することで牽引力の低下を防いでいる。国鉄 EF64 型電気機関車も同様、軸重バランスの調整国鉄 EF63 型電気機関車では、 勾配場での軸重移動に対処するため、軽井沢型の運転台下に板状の重りを搭載することで、軽井沢型台車の軸重を19トンに増加させていた試験航空機を開発する際に行われる試験飛行では、最大離陸重量、最大着陸重量の条件下での試験も行われるが、この際には積み下ろしの手間がかからないようにするため、水タンクが設置される。 このタンク内の水量を調節することで、積載重量の増減を行う。同様のことは、鉄道車両や自動車でも行われる。ありがとうございます。